ここよりラジオ楽しかった。ありがとう。ありがとう。なんと。ちょっとリップ塗れるのこれ。これリップ塗れるのか。塗れないわ。リップ欲しかった。今日公園行くね。ありがとうございます。ちょっとマジでリップないからさ。やっほー、ありがとう。ちょっとね、今リップないからちょっと血色が悪いのだけれども、今日見に行きます。ありがとうございます。やばい、やっと来れた。ありがとう美人、ありがとう。クーリン、こんばんは。こんばんは。ちょっとリップがないけど、はい、ごめんね。そう、皆さん今日は火曜日ですけど、火曜日ですけど何をしてましたか。今何かしてる最中かな皆さん。今日初めて見に行きます。ありがとう。リップしてなくても大丈夫ですかね。こよりん動物園、何それ。こんにちは。ちょっとリップないけどほんまにごめんね。噛むわ。今日はちょっと雰囲気の違う感じがしませんか。みんなにこよりんじゃないみたいって。どうやろ、今日はちょっとブラウンなのかな。今日初めてこよりに会いに行く、楽しみ。あ、モバメ見ました。返信ありがとう。ダッシュで髪の毛巻いてます。バタバタで劇場迎えよ。ありがとう、お疲れ様です。ありがとう。ジャンレディ聞いたよ、聞きやすい声してたね。ありがとう、ありがとうございます。結構さ、なんか曇る感じ、曇るんやけど、マスクしてたら声が結構曇って聞こえたから、次もし機会があったらもうちょっとハキハキ喋ろうかなと思います。どこで歌ってんねん。マロさん、だるまいっぱい、ありがとうございます。こんにちは。モバメ1万通くらい溜まってて、多いね、多いね。それ多いね。ちょっとお弁当、今日はお弁当食べてきたんやけど、さっき豚生姜選んだよ。チャーハンと白ご飯も入っててボリュームたっぷりで美味しかったよ。マジでやばい。あくい。遠く行けるかな。こんちゃんいつものボード持って今日公園観覧します。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。みんな一番やって。じゃあってことは全部一番。どうしよう。二番目やから。けど天のところに二番目。もうバメちゃんと見てくれたの好きすぎる。ありがとう。みんな一番や。こちらこそありがとう。弁当報告、そうそう、なんか結構種類あったんやけど、今日お魚とか。喋りかけてくれて。何やったかな、お魚とか唐揚げ、甘酢味の唐揚げとか、生姜焼き、豚生姜焼きと、もう忘れた、あともう一個忘れました。何かあったんだけどね、忘れちゃったわ。皆さんは何か食べましたか。今何時か、今何時か、天のところにレイナの次に可愛いポテトチップスが出てるやつが、今何時かな。皆さんも何してるんかな。コータンはもうあと、ね、コースターがね、もう少しで公演です。今日来てくださる皆さんいますか。
ジャンレディお便り読まれて嬉しかった。ありがとう。くれたよね。ハットさん、レインボースターありがとうございます。やっほー。お魚釣るのはよしみんね。生姜焼きは人気ありそう。あるるるる。あるのかな。今日は。あ、わかった。おおやっは。油淋鶏。六人。油淋鶏あったわ。油淋鶏が人気やった気がする。これだ、ありがとう。さっき起きた。さっき起きたんや。じゃがりこサラダ味食べました。あ、いいね。みつきちゃん、え、これみつきちゃん。みつきちゃん、レインボースター3つ、ありがとう。ジャンルで読まなかったけど倍率あったと思って、そうなんです。なんかいっぱいお便り届いてたみたいで、結構厳選したんです。本当にいっぱい届いてたみたいで、いくよ。ありがとう。あ、今日来てくださる皆さん、あ、ちゃちゃさん、これはレイポンのファンの方かな。今日公演来てくださる方ありがとう。ジャンルで送ったけど完全にネタかぶってた。あ、そうなんや。いっぱい来たみたいで嬉しい。公演来たすぎる。また来てね。17時17分か。ありがとうございます。酢豚美味しい。こんにちは、二度目まして、ありがとう。シュクリームハガキコンビ好きです、ありがとう。ありがとう皆さん。みつきちゃん、タコありがとう。紫のペンライトもありがとう。うん、わかるよ。公演頑張って、友達がコヨリン好きだから今度連れてくね、ありがとう。いっちーさん、みつきちゃん、だるまさん、ありがとう。皆さん、今日とか15日の公演も応募してくれた方がいてくれて、ありがとうございます。今日は前の方で見れるといいな。ぜひぜひ。医療席祈願。公演入ります。ありがとうございます。15日の公演を申し込み中です。ありがとうございます。はがきいけ。そうです。ハットさん、レインボースター、ありがとうございます。また幸せになってください。スキルを見つけてください。はい、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。ヤッホー、今日入るよ、ありがとう。連番やんね、ありがとう。ありがとうの言い方かわいい、そんなんあるんかな。ありがとう。んちゃちゃさん、こんにちは。15日できれば2回入りたい。昼夜あれですもんね。みんな優しいね。ナンバつきました。そろそろ前の席お願いします。ぜひぜひ前になれたらいいね。いいですね。やっぱりでもどこが一番見やすいんだろうね。こっちからは全部見えるけどね。今日も行けてんなと同じお弁当食べた。うん、今日は店内は残り物食べたみたいに。残ってたやつ
一緒じゃなかった。ちほちゃん、ハートありがとう。甲州さん、レインボースターありがとうございます。初見さんの方もありがとうございます。はい、関西弁そんなに頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ステージと届くしっかり声リンコします。ありがとう。でも一番後ろも気にしなんでいいから楽しかった。ありがとう。ありがとうじゃないか。なるほどね、後ろの人いないから気使わんでいいってことか。ちょっと私ね、ちょっとこれたん炭酸飲みたいな。炭酸飲みたい、たい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 。でも炭酸あんまり良くないかな。あんまり良くないかな。声の調子も良さそうだね。皆さん、整えました。皆さん元気？大丈夫ですか皆さん。そろそろあれじゃない、やっぱり4月に入ってなんか環境が変わったからちょっと疲れが出てきてる人もいたりするんじゃないかな。ちょっと後でメールの画面送ろうかな、夕方のやつ公演前に。春休みが終わったからさ、お昼メール送れないんだけど。ゆうちゃんさん、ありがとうございます。声め久しぶりに声さん見れるの楽しみ。ありがとう。確かにちょっと久しぶりかも。声めっちゃ好きや。ありがとう。ありがとう。頑張れ。こんにちは。公演前に炭酸飲んで大丈夫。大丈夫よ。シュワシュワ。これ待つ。はい。公演楽しんでね。仕事頑張ります。ありがとう。お仕事頑張ってね。ごめんね。マジリップの色ないから何してもあかん感じする。劇場着いたよ。ありがとう。気をつけて。5月病になる予定です。ゴールデンウィーク。氷も大事に。ありがとう。氷ちゃんに会えなくて倒れそうです。また会いに来てね。いつか会いに来てね。氷眠たそうやな。ちょっとさっき眠たかったよ。新学期ね、そう結構慣れないことの方が多いかな、やっぱり最初らへんは。まあでももう高3にもなると。こんにちは。モバメ嬉しい。ありがとう。よかった。昼夜公演って大変かな。頑張って。今日はただのお昼だけの、夜だけの公演です。一日だけだよ。こんにちは。みつきちゃん、ペンライトありがとう。固まる？ドキドキ。固まってる今。15日の夜公演応募したよ。ありがとう。これから初9期生公演。あ、楽しんでください。ありがとう。みつきちゃん。何これ。あ、だるまさん、ありがとう。奥村さん、アイス10個ありがとうございます。アイスクリームありがとう。応援してくださってありがとうございます。花の JK 楽しむんだよ。ありがとう。今何時かな。今何時なのかな。花の JK。上。そうかな。決まってないから。今日ね、モバイルバッテリー忘れたの。今日モバイルバッテリー忘れてね。今日ね、モバイルバッテリー忘れてね。衝撃。
どうしよう。今日も楽しみだな。私も楽しみです。皆さんに会えること本当に楽しみにしてます。今日劇場入ります。ありがとう。呼んだか。今日5月は絶対世代交代しに大阪行くし、ありがとう。来てね。本当に楽しみにしてるので、ありがとう。録画をできる。ありがとう、時間を教えてくれて。ちいさん、かわいいのやつありがとう。これ何これ、ハート100個投げたよ。ハートが表示されない。そう、今で電池持つか心配。じゃあそろそろ壇上読むね。そろそろ準備してくるね。ではみんな眠たい？大丈夫？ではでは、13位しげやんさん、ありがとうございます。12位はるかちゃん、ありがとうございます。11位こうしゅうさん、ありがとうございます。10位ちほちゃん、ありがとうございます。9位あひろかもさん、ありがとうございます。8位はっとさん、ありがとうございます。7位みそたくちゃん、ありがとうございます。6位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。5位パラパラさん、ありがとうございます。4位おぎょうぎさん、ありがとうございます。3位吉村達也さん、ありがとうございます。2位みつきちゃん、ありがとうございます。1位奥村さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと結構ではでは、公演の準備して公演楽しんできます。皆さんもね、ファイト。今日もファイト。もう終わったかな皆さん。ではでは、私も明日からも今日も頑張ってきます。応援してますので、ではバイバイ。後でモバメ送ります。バイバイ、ありがとう。バイバイ。これは9期生